どうも、ラブチンです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新スキルの検証をやっていきましょう。俺に命令するな。今日検証するスキルはこれですね。アイテム活用術。戦闘中、回復アイテムと強化アイテムの獲得時の効果が上昇するっていうやつですね。どれぐらい上がるんでしょうか。それではスキャンを使ってアイテムを出していきましょう。あ、なかなか出ないな。スキャンを使って出していきます。攻撃力アップあたり出ないな。出た。攻撃力、取りました。で、今アイテム活用術は入ってないんですよ。万全の投資と万全の集中のみ入れてるので、アイテム活用術は入れてません。ダメージがどれぐらいなのかをちょっと見ていきますね。では、攻撃力アップで必殺技を入れます。これぐらいです。ダメージこれぐらいですね。で、これに、アイテム活用術を入れるとどれぐらいダメージが上がるのでしょうか。それでは続いて、アイテム活用術を入れてきてます。アイテム活用術で、これで攻撃力アップを出す。出ないんだよな。なかなか意外と出現率が低い。ベリーと回復アイテムばっかだもんな。あ、ちょっと待って、今防御力アップが出て42秒になってる。あ、ということは時間も伸びるんだな。42秒、通常は30秒なので 40%、効果時間が増えますね。 40% お、効果時間増えるのめちゃくちゃ良くない。でも攻撃力が出ない。あ、だから攻撃力も、効果時間が 40% 上がるはずだよね。あ、出た。出ました。攻撃力も42秒、40% 上がりました。で、これで攻撃を入れるとさっきよりも伸びてるはず。ダメージが、ダメージ伸びない。伸びないよね。あ、なるほど。攻撃力とか防御力がアップするかと思いきや、伸びるのは効果時間だけですね。効果時間が、40% アップします。あ、なるほど。攻撃力自体は変わらないのか。あ、でもまあ悪くはないスキルですよね。それでは、最後にロジャーで試してみようと思います。これはね、意味ない気がするんですけども、ロジャースキルでアイテム活用術入れてます。で、ロジャーは、アピールをすることで攻撃力が上がるんです。でもね、20秒間でちょっと短いんですよ。ああ、攻撃力も入っちゃった。なので、これが溶けてからちょっと試してみましょう。では、ちょっと行ってみます。どうだ。あ、ダメだ。ダメだ。やっぱりか。これやっぱアイテム取ってないので、20秒のまんまでした。はい、ということで今日は新スキルの検証をやっていきました。検証したスキルがこれ、アイテム活用術ですね。戦闘中にアイテムを取った時の効果が上昇するっていうやつなんですけども、攻撃と防御のアイテムに関しては、効果時間が 40% 上がります。30秒だったところが42秒、持続するようになってますね。で、おそらく回復アイテムも
40% 効果が上がるものだと思います。うん。でもね、アイテムを出さなきゃいけないので、ちょっと使いにくいかなっていう感じですね。ローだったらば入れてもいいけども、他のキャラクターだったらば、あんまり入れることはないかな。ちょっと効果が残念でした。攻撃力とかも 40% 上がってくれれば強かったんですけども。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。